じゃあ指先で少し押してみたいと思います。あ、指でいきます。すごい、本当に開けたい人が近くにいた時にはちゃんと開いてくれるというふうに、これ現場で結構大事なことだと思います。高齢者施設クリニックで思いやりシリーズが選ばれる理由、年間6万人に指導する介護予防トレーナー久野秀隆。病院や高齢者施設での訓練指導に力を注ぐその彼がやってきたのは、こんにちは、介護予防トレーナーの久野秀隆です。今回はここダイケン稲見工場にやってきました。2012年の発売以来、思いやりシリーズが選ばれる秘密を探っていきたいと思います。久野さん、お待ちしてました。ダイケン思いやりのスペシャリスト川島さん、久野さん、はい、訪問される高齢者施設やクリニックで特にドアに求められることって何だと思いますか？そうですね、このドアの開け閉めをするときって、まあ、指を挟むなどして結構怪我をするようなことってあると思うので、まあ、そこの出入りの安全性っていうのは大切なのかなと思います。ですね、この思いやりドアにはその安全性への工夫はいっぱい詰め込まれているんです。今日はそれを聞きに来たんです。ぜひ教えてください。はい、こちらの水道はこのように旋回すると全開状態をキープします。この全開状態から軽い力で少し扉を閉めて手を離すと自動的に扉が閉まるんです。最後はゆっくり閉まります。久野さんも試してみてください。はい、では指先で少し押してみたいと思います。あ、本当に少し押しただけで自動的に、しかもゆっくり閉まっていきました。はい、これが自閉機能と言います。これならドアの半開きも防げますし、車椅子の方や介護するスタッフにも優しい機能ですね。扉が閉まる直前にブレーキがかかり、衝突音や跳ね返りを防ぐ楽々クローズ機能も選んでいただくことができます。実際現場では、まあ、バーンと勢いよく閉まってしまって、まあ、危ない思いだったり音が響くってことがありますので、まあ、出入りの多い施設にとってはこの音対策にもなりますね。思いやりアシストドアをご紹介します。こちら名前の通り高齢者の方でも簡単に扉の開け閉めができるよう、こう軽く押しただけで扉が自動的に開きます。すごい、今ほんと少し触っただけで自動で開いていきました。え、あんなちょっと触っただけで動くんです。え、しかもこれ自動で閉まるんですね。そうなんです。ちょっと僕もやってみていいですか？はい、ほんのちょっと触ってみたいと思うんで指でいきます。すごい、本当に指でちょっと触れただけで自動で開いていきました。はい、全開状態を一定時間保った後自動的に閉まります。いや、しかも閉まる時も動きもスムーズで音も静かなんですよ。とっておきの機能がセーフティーリターン機能です。扉は人や障害物に当たると自動で開き、再び閉まる時には先ほど人や障害物に当たった付近では減速しながら閉まります。いや、これは賢いですね。安全に配慮されていて高齢者施設にもぴったりです。オプションのスポットセンサーを設置すると人感センサーで人を感知して扉に触れることなく開きます。触らずにこう自動で開いてくれるわけですね。通常のセンサーは感知範囲を広くしていることが多いんですけども、不要な開閉防止、使いたい人の感知をするようにセンサー範囲を調整しています。なるほど、少し離れたところを歩いたときには反応しませんが、まあ、近づいたとき、本当に開けたい人が近くにいたときにはちゃんと開いてくれるというふうに、これ現場で結構大事なことだと思います。で、あとは実際に手が埋まっていてもこれだけ近くに来ればしっかり開いてくれますので、ちゃんと通ることもできますね。詳しくは思いやりアシストドアの動画もご用意していますので、ぜひご覧ください。
ここで久野さんにぜひ見ていただきたいものがあるんです。ちょっとワープしてみましょうか。ワープ、ワープ僕得意ですよ。一緒に行きましょう。小さくなって3、2、1、ゴー。あれ、ここは品質検定です。主に扉の開閉繰り返し試験を行っています。ダイキン製品は品質が高いって聞いてますよ。ありがとうございます。思いやりドアでは20万回の開閉繰り返し試験を行っています。利用者やスタッフなど多くの方が利用される施設での耐久性を確認しているわけですね。そうですね。またロボットを使用しての開閉繰り返し試験や万が一扉がぶつかっても壊れないか砂袋を使った衝撃試験も実施しています。ちなみにこの A4 プリントは一つの製品の品質基準が書かれた書類になります。いやーすごい量ですね。結構ずっしり、そしていろんなところにメモがついてますけど、まあ、これだけたくさんの品質試験をしっかりと行ってるんですね。JISや JAS はもちろんダイキン独自の品質基準を設け、より良い製品作りを目指しています。いや、デザインや機能性を良くするというのはもちろんなんですけど、まあ、安全面だったりとか耐久性、こういったところをしっかり評価しているというところはとっても安心ができます。思いやりドアには開き戸、吊り戸に加えてトイレなどにおすすめの2枚連動吊り戸や左右どちらからでも開閉できる3枚連動吊り戸と、使う人や場所に応じて選べる多彩なラインアップを揃えています。高齢者施設の住居スペースにおすすめの大容量のワードローブ収納です。いろいろしまえて使い勝手が良さそうですね。はい、このように上段には普段使いしない小物をまとめて、中段には衣類などをハンガーにかけて収納、下段には靴などの収納が便利です。実際高齢者施設の場合は居住スペースが限られてますので、こういう大容量の中に一つに収まるというのはとってもいいなと思いました。あ、川島さん、これ僕知ってますよ。思いやりシリーズの共用下駄箱ですよね。はい、以前もこちらレポートさせていただきました。まず下の部分ですね、引き出すと、はい、ベンチになっていて下駄箱の前で座りながら靴の脱ぎ履きができるようになってます。でさらにこの座面の部分を引き上げると収納になっていたり、あとは車椅子の方がこう近づいてきた時に下の空間が空いているので足元がこう入りやすくなって近づきやすくなってます。で何より最も大事なことはこの扉ですね。これがまず手が入りやすくて開け閉めしやすい、これとってもいろんな施設の中でご紹介させてもらっても評判のいいものですね。嬉しいですね。施設に合わせてさまざまな組み合わせが可能です。僕がレポートしました共用下駄箱の動画はこちらからご覧ください。いかがでしたか、久野さん。はい、高齢者の方はもちろん寄り添うスタッフへの方への思いやりもぎっしり詰まった素晴らしい製品だったなと思います。これは人気が出るわけですよ。ありがとうございます。カラーバリエーションも豊富ですし空間コーディネートもしやすいので、高齢者施設クリニックは施設丸ごと思いやりシリーズにお任せください。カタログや資料のご請求、ご質問はお客様センターまで。お待ちしています。いいよね、ダイキン